はい、皆様お疲れ様です。出張版です。今日はですね、2021年の9月の9日となっております。深夜0時58分となっております。はい、ビットコイン含めですね、全ての通貨が大体ですね、下落したといったところで、結構ね、話題が上っていますね。はい、エルサルバトルとかですね、法定通貨として、ビットコイン採用とかですね、はい、政府がビットコインを購入とかね、そういったこととかですね、いろんな、要因があって下落したというところで、いろいろニュースあるわけですけども、はい、この中でですね、いろいろ、ソラナなんかも結構ね、上昇して、話題となってますけどもね、ソラナもちょっとね、下落しているという形になってます。はい、ちょっとね、テラのルナがですね、反発しているというところでね、13% 上がってますけども、はい、いろんなね、通貨がありますが、大体ね、下落相場と、なったわけですね。はい、コスモスについては2200円というところですね。2000前後っていうところまでね、一旦下がりましたけどもね、はい、こういったことがありますね。ですね、今日はですね、フェッチ AI ですね、に関して、かなりね、爆上がりしたということになってまして、はい、その辺をですね、お伝えしていけたらと思っているんですけども、はい、こちら、フェッチ AI ですね。はい、現在102円となってましてね、はい、かなり爆上がりしました。はい、一時期は127円ぐらいまでいったんですかね。はい、昨日の、11時頃ですね。はい、9月8日の11時頃になっておりますね。はい、かなりの上昇を見せてます。はい、ずっとですね、60円台から70円台ということで、結構ね、じり上げみたいな感じで、してたんですけども、やっとですね、はい、バンと上がったということで、結構ね、話題がね、あります。はい、ですね、ツイッターの方でもね、結構ね、ツイートがあってですね、僕の方もリツイートとかしてるんですけども、BMW とか、ジャガー、テスラですね、はい、が、フェッチエージェントということで、IAA、9月に IAA でデモンストレーションされましたと、これは世界最大のモビリティ会議ですと、大量採用が起こっていることを、取得しますということで、翻訳するとね、そういったことになってますね。はい、この絵を見てみますとですね、パーキングハブってことで、はい、自動で要はパーキングの、予約したとかね、そういったことが、できるようになってきてるんですけど、ボッシュと、共同開発してですね、はい、いよいよ BMW、ジャガー、テスラなどなどですね、はい、エージェントですね、はい、こういったことが、今ですね、現実世界で起こっているという形になってます。はい、こういったね、ニュースもあってですね、爆上がりしたのかなっていうのもあるんですけども、はい、いよいよね、ミュンヘンに上陸したということで、自立経済主体の背後にあるセットアップの、スニークピークの準備ができているのは誰ですかと、実世界ソリューションの紹介ということでね、こういった、ことになってますね。はい、この記事も見てみますとですね、モビリティとフェッチエアね、この T シャツでわかると思うんですけど、この方々ね、はい。こんな感じでですね、この方 CEO になりますけども、はい。はい、このような感じでね、はい、進んでいると。現実世界で、起こっているわけですね。はい、コインテレグラフさんの方にもですね、フェッチ AI のことがね、載ってます。60% の利益を記録することにより、ビットコイン主導の市場メルトダウンを、無視するということで、書いてるんですけど、かなりのね、下落が起こったにもかかわらずですね、その影響をね、受けずね、上昇していたっていうことで、ピックアップしてね、こうやって載ってますね。はい。他は全部下がってたのに、フェッチ AI だけですね、かなり上がっていたということになりますね。構築中のスマートインフラクチャーをサポートするためのオープンアクセスのトークンベースの分散型機械学習ネットワークの構築に焦点を当てたプロトコルであるフェッチ AI ですね。で、見られる最近の進歩の背後にある動機づけの要因
は、実世界のアプリケーションの増加にあるようですということで、まあ、載っておりますね。はい、まあ、このような感じでかなりの上昇を見せました。はい、まあ、この、価格と取引量の急激な増加は、プロジェクトがディープパーキングと呼ばれる新しいマルチモーダル、新しいマルチモーダル輸送アプリケーションをテストするときに発生しますと。これは自動車の運転手が空の駐車スペースを見つけるのに役立つ AI とブロックチェーンテクノロジーで構築されたアプリケーションですと、はい、いうことで、9月7日にオンボードのフェッチ AI エージェントが、まあ、データレーラの自己主権 ID との対話に成功し、ドライバーが、モビリティですね、はい、からスクーターを借りることができるようになったときにグローバルファーストを達成と、はい、いうようなことが、ね、載っているわけですね。はい、その他もですね、フェッチ AI はですね、 AI で、まあ、生成するアートですね、そのための NFT プラットフォームを発表していたりとか、はい、あとはステーキング関係もね、やりだしたりとか、はい、ありますね。はい、フェッチ AI の、まあ、フォームに見てるんですけどもね、ステーキング移行アップデートとかね、はい、最近あったりとか、コスモステーションウェブウォレットで元帳を使用して FET をステークする方法とか、はい、ね、モビリティの未来を体験してくださいっていうことでね、まあ、この先ほど言ったインテリジェントパーキングのね、ことについても、あります。はい、まあ、先ほど言ったペイントのウォークスルーっていうことでね、はい、あったりとか、 AI 生成アート用の新しい NFT プラットフォームも発表、まあ、こういった記事ですね。はい、まあ、それからですね、バイナンススマートチェーンでの収穫農業ということで、はい、イールドファーミングの方でもですね、プルの立ち上げがあったりとか、コインベースアーンってことでね、まあ、コインベースで、学習することによって、まあ、あのフェッチアイをね、獲得できるということが、キャンペーンとしてあったりとかね、まあ、いろんなことがね、最近ね、目白押しで起こってきてたんですね。はい、まあ、このようにね、フェッチアイは、はい、まあ、バイナンススマートチェーンで強化されるようになりましたとかね、どん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 ですね、このブログがね、あのホームで立ち上がっているわけですけども、はい、いろんなね、発表がねあります。はい、ですね、まあ、YouTube の方ですね、まあ、以前あの僕の方もですね、まあ、何本か上げているんですけど、まあ、例えばシュチュワンフェッチ AI とかでね、探していただくとですね、動画の方がね、YouTube でも探せますので、フェッチ AI 自動エコシステム、カテナ X と連携とかですね、まあ、そういったことをね、あの動画ね、あの作ってますので、そこもね、見ていただけたらと思います。カテナ X っていうのは、ブロックチェーン用の人工知能ネットワーク、まあそのフェッチ AI のことですけども、まあ、業界最大のね、参加者の一部で構成される広範な自動車エコシステムということで、まあ、そのカテナ X とね、まあ、連携しているということなんですね。はい、まあ、先ほどね、まあ、テスラとかね、 BMW とかいろいろありましたけど、まあ、そういったこともね、こうやってつながってきています。はい、あとはですね、ね、フェッチ AI とね、 PSNC とかね、まあ、がん細胞検出のための AI を活用した集合学習モジュールとかね、まあ、そういったこととか、あとチェーンリンクとのね、まあ、コラボとかね、はい、もあったりとか、はい、まあ、いろんなことが、まあ、IOTA とね、コラボとかね、まあ、結構ね、いろいろある、あるんですね。まあ、そのフェッチ AI については、まあ、コスモスベースとなってますけども、まあ、こういった、ね、まあ、興味があったので、結構ね、動画の方をアップしてます。はい、またね、参考に見ていただけたらと思います。はい、フェッチ AI はですね、あのコインベースプロにもね、あるんですけども、バイナンスとかでもですね、購入できるということになってますね。はい、まあ、このね、フェッチ AI についてはですね、あのケンブリッジをね、拠点とする人工知能研究所なんですね。はい、まあ、自立型ソフトウェアエージェントが、まあ、個人、機械、企業、組織に代わって、まあ、有用な経済活動を開始するために必要なインフラストラクチャを構築と。はい、フェッチ AI の、分散型オープンソーステクノロジースタックを通じて、どの組織も
フェチ AI ネットワーク内及び様々なエコシステム全体で検索、交渉、取引できる自律的経済エージェントを構築または構成できるということになっています。まあ、ユーザーは世界規模の安全なデータセットで AI のパワーにアクセスして、まあ、現代の経済で複雑な調整、タスクを実行できますと、はい、いうことで、はい、ありますね。はい、まあ、以前ですね、あの動画の中でもね、スマートシティについて、ね、スマートシティでね、調べてもらうとですね、はい、フェッチ AI とはということでね、まあ、11ヶ月前の動画になってますけどもね、まあ、このあたりで、見てもらうと結構ね、あのトヨタのこととかも書いてます。はい。ね、まあ、フェッチ AI ということでね、あの人工知能となってるわけですけども、まあ、スマートシティについてもですね、非常にね、注目されているというか、はい、まあ、実際にね、実験とかも行っているので、はい、先を走っているわけですね。はい、前にですね、その紹介した中でですね、あのウクライナ閣僚会議起業家評議会事務局長のね、アンドリー・ザブロフスキーさんがですね、まあ、あの文書を出してるんですけど、はい、まあ、その中でですね、まあ、スマートシティについてのね、言及があって、はい、それでですね、まあ、今ですね、あのトヨタとかもね、ウーブンシティとか、はい、やってますけどもね、研究やってるわけですよね。はい、まあ、トヨタも、コスモスの技術を使ったりしてますけども、はい、まあ、日本の最大の自動メーカーである、まあ、トヨタ自動車と、アジアの電気通信市場のリーダーである NTT 企業がですね、まあ、スマートシティの建設に関する協議を、まあ、提携したということで、まあ、以前ね、発表があったわけです。はい、それで、まあ、ウーブンシティ、まあ、富士山の近くでね、未来都市の建設が、始まっているということで、まあ、話題になっているわけですけども、はい、まあ、そのスマートシティのね、まあ、課題とか、まあ、いろんなね、ことがあるわけですけども、その文書のね、そのウクライナの、方のね、文書の中でね、まあ、興味深い解決策はっていうことで、ケンブリッジのスタートアップである、まあ、フェッチ AI によっても、提示されましたということで、まあ、フェッチ AI はですね、ドイツのブロックチェーン企業、データレーラーと協力して、M ゾーンプロジェクトの一環としてですね、ミュンヘンのコネックスビルディングス、ビジネスセンターの近くに、まあ、自律的な経済エージェントのネットワークを作成してしましたと。はい、で、あの駐車スペースの需要をリアルタイムで分析し、負荷に応じて顧客を自動的に分配し、特定の日の、駐車場を使用しないなどの効果的な、意思決定に対して報酬を提供とか、まあ、そういった動きをしてね、まあ、いろいろ研究しているわけですね。はい、まあ、そういったところで、まあ、解決策としてですね、まあ、フェッチエアの方が紹介されていたりとかね、まあ、そういったこともね、あるんですよね。はい、非常に前からですね、その気になっていた、プロジェクトの一つで、まあ、僕がですね、初めて動画を出したあたりはですね、価格としてはですね、5円ぐらいでした。はい、まあ、それがですね、現在ね、100円を超えたと、まあ、100円前後にちょっとなってるわけですけど、まあ、非常にね、伸びてきております。はい、はい、ということですね。はい、こちらですね、フェッチ AI のチャートとなっています。まあ、現在ですね、102円ということで、はい、まあ、若干ね、落ち着いてきたわけですけども、まあ、一時期127円とかね、それぐらいまでね、まあ、上昇してました。はい、僕がですね、あの動画をね、作った時はですね、だいたい5円ぐらいでしたんでね、この辺りかなと、思うんですが、まあ、2019年とかですね、20年ぐらいに、まあ、動画で配信してました。で、まあ、結構、まあ、1年以上経ってですね、この爆上がりといったことでね、はい、なったわけですけども、まあ、上がるかどうかっていうのはですね、誰にも予想できないんですね。はい、ただ、動画を上げた時に、すごくね、内容が気になってですね、まあ、どん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 調べていくうちにですね、いろんなことが分かってきて、で、ボッシュとのコラボであったりとか、まあ、スマートシティのね、まあ、実験をね、実際にね、やっていたりとか、いうことで、非常にね、進んでるなというね、印象だったんですね。はい、
はい、まあ、そういったことから、まあ、5円台ぐらいの時からですね気になって、まあ、いろいろ、まあ、投資などもしてきたわけですけども、まあ、現在ね100円超えということになってます。本当の底ね、まあ、1円台からしたらもう100倍以上になっているということで、はい、まあ、非常にねすごい、ねことなんだなというふうにね改めて思ってるんですけど、まあ結局でもねこうやって上がるのはですね結果論なんですね。上がってからやっぱり上がったなとかね、まあ、いうこともあると思うんですけど、まあそれはもう全て結果論で、まあ、誰もね上がるかどうかなっていうのはわからないわけです。はい、まあまあ、どの通貨でもねどの、まあ、株式でもそうですし、まあ、暗号通貨でもそうですし、何に対しても言えることですけども、投資っていうのはやっぱり、まあ、話題になってない時が一番ね、まあ、キャピタルを取れるということになってきます。そしてなかなか上がらないことがね、まあ、コスモスでもそうですけども、まあ、2000円台とかね、まあ、例えばちょっとねコスモス見てみましょうか。ですねコスモスねの全ての、まあ、チャートっていうところで見ていくとですね、まあ、僕がですねコスモスが気になったというか、まあ、CCN を通じてコスモスを知ったわけですけども、それって2020年の5月ぐらいですかね。はい、まあ、このあたりですね。はい、まあ、このあたりで、コスモスのことを知った、まあ、詳しくですね知ったわけですよ。で、まあ、300円台ぐらいでね、投資が行うことができたんですけど、はい、300円からしたらね、今現在ね、はい、7倍ぐらいになってるってことになるわけです。はい、まあ、早くね、可能性とかね、技術を知って、早く投じることで、キャピタルはね、まあ、しっかり狙うことができるということなんですね。はい、まあ、現在ですね、コスモスね、まあ、いろんな、まあ、技術がねあって、まあ、いろんな提案があったりとかしてですね、どんどんね、まあ、進んでいってるわけですけども、まあ、そのこの上がった、はい、3000円ぐらいまで1回上がったんですけどもね、はい、その2021年の2月の18日に、IBC がローンチしたわけですよね。はい、まあ、その前からちょっと上がり出しているっていう形で、まあ、2021年のね1月にはですね1月の後半ですかね、はい、後半にバコーンとね上がったわけです。はい、まあ、やっと上がったということになってきますけども、この2021年のね1月になるわけですよね。で、投じたのが2020年の5月なわけです。はい、結構な期間があるわけですよね。まあ、この間に、上がり下がりを繰り返してですね、まあ、やっと上がってきたと。で、また下がったと、まあ、いうことになってきてますけど、まあ、ここの時の価格、まあ、最初に投資した時の大体300円ぐらいの価格っていうのはですね、までね、下落することはもうね、ないかなと思います。はい、こうやって、まあ、相場っていうか、じりじり上げていくのかなと思うんですね。で、まあ、今ですね、まあ、2000円台ですね、2000円から3000円の間でコスモスの場合であればですね、推移していて、なかなかね3000円超えることがね、超えていくことができていないわけですけども、まあ、人はですね短期で結果を早く求める傾向があるというふうに思います。そして、まあ、そこはですね、まあ、そのなかなか上げないっていうところで、まあ、こうしびれを切らすというかですね、すごいね思いは分かるんですが、まあ、ここはですね、まあ、ドーンと構えたらいいんじゃないかなというふうに自分はね思ってます。はい、投資はですね本当に下方はね手待てじゃないんですけど、まあ、すぐに結果が出るわけではないですね。ですぐに結果出るものもあるんですけど、ほとんどのものがですねなかなかね時間をかけてね上がっていくということが結構、まあ、多いのかなと思います。ですので、まあ、そのコスモスの、ね、今 IBC がつながったりとか、まあ、いろいろしているわけですけど、はい、まだ始まったばかりですよね。今年2021年の2月の18日に IBC がローンチして、まだ1年も経っていない、はい、状況になっているわけです。それで、まあ、IBC につながっているものが少し、
出てきて、で、まあ、やっとですねいろいろこう稼働してきているわけですけども、まあ、その中でまた次ね来年はまあ共有セキュリティということでね、どんどん進化して、どんどん良くなってきているわけですね。はい、まあ、そういった動きがあるので、まあ、すぐに、ね、上がるかって言ったらですね、まあ、なかなかですね、ね、まあ、上がらなかったりするわけです。はい、まあ、それで、まあ、何が言いたいかというとですね、まあ、自分が何を信じてというか何をね元に投資したかっていうところを、改めてね、チェックしていただけたらと思うんですが、はい、まあ、フェッチアイにしてもそうなんですけど、僕はですね、まあ、その情報を得て、その中で理解していってですね、まあ、これはすごいなって思った時に、投じているわけですね。そして、なかなか上がらない、まあ、結果が出ないっていうのは、どのプロジェクトでもあるわけです。そして、それが5年後10年後にね、花が咲くかどうかっていうのも誰にも分かりません。はい、ですので、まあ、自分が納得して、投資できた、僕はそれでねもうすでに納得しているわけですね。はい、それで、結果がどうなろうとも、良くなったらもう良くなったでいいなと思ってますし、ダメだったらダメだったというところで、もうね腹をくくっているわけです。はい、まあ、そういった意味で、上がらない時、上がっていない時に、もう投じていくということを、まあ、単純にですねやっているんですね。はい、まあ、今までですね ICO だとか、なんかね情報商材でやったりとかね、まあ、いろいろやってきたんですけど、まあ、ことごとくね失敗したっていうのもね、まあ、経験値としてあってですね、はい、やはり、まあ、これだって思ったのはですね、やはり自分で勉強して、自分で納得したものを選んでですね、もう今はねやっているわけですね。はい、ですので、まあ、そこはねやっぱり自己責任でやる、まあ、自分で勉強してやるっていうところは最低限必要なところで、と思いますし、まあ、誰かが言ってるからすごいんだとか、誰かが、言ったから投じたんだとか、まあ、そういった、スタンスでやるとですね本当に失敗しやすいです。はい、ですし、まあ、教訓としては、ベルコインとかね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、もう何年もかかってですね全然こう解決しないものとか、まあ、本当にあるんですね。はい、まあ、そういうものはですね本当に損切ることもできないんですけど、まあ、自分の中で切りをつけるっていうことをしてですね次のステップに進んでいかないとですね、本当に取り残されていくというか、プラスに働かないんですね。ですので、まあ、失敗するものも中にはあるし、まあ、成功するものもあるわけですけど、失敗しているもの、まあ、うまくいってないものですねに対して執着するんではなくて、まあ、これから伸びそうなものにねどん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 シフトしていったらいいんじゃないかなと思ってるんですね。はい、ベルコインにしてもですね本当に今もですね解決してないんですけど、まあ、僕もね1ビットぐらいねベルートにねあったりとかするんですね。で、まあ、その解決してないんですね。で、まあ、情報はね、まあ、少し追いつつもですね、気にはしてますけど、まあ、解決するかどうかっていうとですね本当に厳しい状況だというところで、まあ、もう放置ですね、放置してます。でもう2年前とかからずっと放置していて、だから今もうコスモスとかフェッチエアっていうのがね、まあ、その頃からですねシフトしていったので、まあ、プラスに働いてきているわけですね。はい、ですので、自分の、思考の使い方とか、時間の使い方っていうのをですね本当に、有効にね使っていただけたらと思いますし、まあ、本当に時間は本当に有限なので、まあ、自分もですね、まあ、情報配信ね、時間の許す限り、やっているという状況なんですね。ということで本日はですね、まあ、フェチアイの爆上げということとコスモスの、まあ、チャートを見ながらですね、まあ、リテラシーっていう部分で、まあ、お伝えしようと思いました。はい、まあ、その、まあ、どこをね重視するかっていうところですね、まあ、短期で見るのか、そして長期で見るのか、まあ、自分の中で、まあ、ルールを決めてですね、行っていくということがすごいね、まあ、大事なのかなと思ってます。
はい、その投資っていうのは本当に、どうなるかわからないことですので、自分でね、リスク許容度っていうものをですね、しっかりね、理解する必要というか、ね、把握する必要があるんですね。リスク許容度をね、誤った時の、感情っていうものがあって、例えば、多くね、投じているものに関して、自分のですね、リスク許容度、要するにね、高い金額、自分がこれはやりすぎたかなっていう金額をですね、投じた場合の感情を見てみるとですね、やっぱりね、こんだけ下がったどうしようとかですね、どうやって、なんとかならないのかですね、とかですね、ICO だったらもう飛んだとかですね、いろいろあるわけですけども、そこで、多く投じているとですね、感情がかなり揺さぶられるわけですね。そして、怒りになったりとか、誰かのせいにしたりとか、そういったことに、行くわけです。そこでリスク許容度をですね、しっかり保てばですね、それが例えば飛んだとしてもですね、100万投じているのと、10万投じているのと、比べてみたらですね、10万だったら、なんとかなるかなというところで、リスク許容度っていうのがね、自分で設定してですね、やっていくと、自分の感情を揺さぶられずにですね、いけるわけです。そして、冷静に分散してですね、いろんな、可能性のあるプロジェクトと思ったものに、投じているので、どれかね、枠上がったりとかっていうことも起こってくるわけなんですね。はい、そういう意味で分散投資っていうのも大事ですし、自分のリスク許容度っていうものがすごい大事ですので、はい、とりあえずですね、その感情を揺さぶられない、投資の仕方っていうのはね、非常に、おすすめかなと思っております。はい、ということで本日はですね、フェッチアイ爆上がりと、リテラシーについて、少しはね、お役に立てることをお伝えできたかなと、思っております。またですね、こういった内容のことも配信できたらいいなと思っていますので、よろしければチャンネル登録といいねをぜひね、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。失礼いたします。